じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私の方が絶対に美人だよ。ハコの方が可愛いもん。でもね、可愛いのと美人なのは違うのよ。なんで？コアラは可愛いけど美人じゃないし、うんうん、パンダも可愛いけどやっぱり美人じゃないし、うんうん、あとは？あと？何よいきなり。あなた誰よ。誰よ。僕は僕。乙女の会話を立ち聞きするなんて、非常識じゃない。非常識非常識。でも確かに白熊は可愛いけど美人じゃないかもね。うん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 。あ、過去のこと白熊だなんてひどいひどい。あなたって本当にひどい人ね。すっごいひどい人ね。私はチョコちゃん。花も恥じらう、中学1年生。過去は過去ちゃん。耳も恥じらう、小学5年生。耳は恥じらわないわよね。そんなことないよ。ほら。わかんない。じゃあ、私たちチョコカコ姉妹のどちらが魅力的なのか、夏休み中にどちらが僕くんに好かれるかでさっさと決めてしまいましょう。この夏休みの間に私たちが全部で7つの宿題を出すことにしました。それを最後までやって私たちのどちらが魅力的かバッチリしっかり決めるのよ。なんか文句ある？ありません。じゃあ言うよ。宿題ナンバーワン。私たちの宝物をそれぞれ1個ずつこの公園の中に隠しました。明日の夕方までにそれを見つけてきてちょうだい。私の宝物を見つけてきたら私の勝ち。過去の宝物を見つけてきたら過去の勝ちよ。ねえねえ、両方とも見つけちゃったらどうするの？その時はやっぱり両方勝ち。というわけで明日の夕方までこの公園で宝探しをよろしくね。ハコたちは朝から夕方までずっとこの公園にいるから、見つけたらちゃんとここに戻ってきてちょうだい。じゃあ宿題ナンバーワンスタート。頑張ってね。絶対に私のやつを先に見つけてね。お姉ちゃんずるいよ。Thank you.
今日はどこへ行けば面白いか占ってあげよっか。じゃあまた占ってほしくなったら声をかけてね。ね、絶対に私のやつを先に見つけてね。お姉ちゃんずるいよ。僕はちょっとだけ落書きしてみた。あ、こんにちは。あれ？こんなところで何をしているの？可能な限り猫の視点の高さに近づいて本を読んでたんだ。猫の本なの？ううん、ネズミの本。さてと、そろそろ日の向きが変わってきたから部屋に入ろうかな。僕くんも一緒においでよ。ここってなかなか素敵な場所だね。うん、天井高いし結構いい線いってると思うんだ。でも大掃除の時ガラスを拭くのが大変なんだけどね。でも
僕はちょっとだけ落書きしてみた。おやおや、これはかわいいお客さんが来たようじゃ。よろしく。さて、どこの具合が悪いのかの？あれ？そうか、ここ病院だから元気な人は来ちゃダメなのか。いやいや、来ちゃダメということではない。しかし、活発な少年のお相手がこの老いぼれに務まるかの？年を取るとどうも肩が凝っていかんな。ねえおじいちゃん、肩叩きしてあげようか。おお、それはいいの。じゃあお願いするとしよう。ちょっと痛いかも。ちょっと痛いかも。ありがとう。楽になったわい。そう？それはよかった。はい、これはおだちんじゃ。わあ、10円だ。ありがとうおじいちゃん。こんにちは。こんにちは。君はどこのうちの子？僕、夏休み中だけおじちゃんの民宿に来てるんだ。へえ、それはいいね。お母さんも一緒に来たのかな？ううん、お母さんは赤ちゃんを産むんだ。だからおじちゃん家に来たのは僕だけ。そうなの。ちょっと寂しいね。じゃ、お姉さんでよければいつでも遊んであげるからここにいらっしゃい。私の名前は渚っていうの。よろしくね。僕は僕って言うんだ。あれ？面白い名前ね。違う違う、周りの大人の人はみんな僕のことを僕って呼ぶんだ。だから僕は僕。なんだ、そういうことですか。この木って、もしかするとカブトムシやクワガタの木かな？あれ？やった！Thank you.
って、もしかするとカブトムシやクワガタの木かな？あれ？やった！虫探してるの？そう、俺たちは砂糖水を塗ってるから朝早くだといつもよりたくさん取れるはずなんだけど、今日はどうなんだろう。どうすればいいの？虫が落ちてくるように木を蹴っ飛ばすんだ。あと砂糖水が欲しかったら夜中に台所に行って自分で作ってこいよ。それでたくさん取れるの？うん。ちなみに砂糖水を使うときは三角ボタンだよ。ボクちゃん、もう釣りやった？港の中でアジみたいにキラキラ光る魚を釣りてえときはサビキ釣りの仕掛けだぜ。なんで？針に細工がしてあって水の中でキラキラ光るんだ。それを上下に動かすと
魚が誘惑されて食いつくのさ。へえ、そうなんだ。アジだけじゃなくて、いろんな雑魚もかかるけどな。まあ、それも楽しいってことよ。ね、絶対に私のやつを先に見つけてね。お姉ちゃんずるいよ。
ガキども、ご飯だよ。短い船旅ですが、皆様ごゆっくりお楽しみください。昨日山に落ちたヨニちゃんのロケット、なんだか見つからないみたいだね。あら、かわいそう。部品を再利用するって言ってたのにね。先月海に落ちた時もみんなで探したんだけどさ、あっちは深いところに流されちゃったみたい。そうなんだ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、ここの海ってあんまりクラゲがいないね。うん、ここは潮の関係であまり出ないんだ。僕、触るのは怖いからできないけど、クラゲ見るのは好きなんだ。え、なんで？水の中にぷかぷか浮いて気持ちよさそうだし、見た目も可愛いじゃない。食べるのが好きっていうのはわかるけど。え？クラゲが好きってそんなに変かな？